人類はこの世に誕生して以来、自らの力によるマシンへの探求を始めました。マシンのさまざまな動力の原理、技術を調査し、完全なモビリティを探求することにより新たな発見を得て、自らの環境を支配下に置くように努めてきました。今日モロッコの自動車部門は、人類の永遠の目的を追い求めて急速に進化する環境で常に進化しています。モロッコは50年かからず MENA 地域でナンバーワンの自動車メーカーになりました。ワールドクラスのインフラ及び安定した政治、経済環境により、モロッコの自動車産業は魅力的な価値を提案しています。すなわち13億人もの消費者への自由貿易アクセスと、自動車生産者への様々な魅力ある助成金と税制優遇措置です。200以上のパートナーとグローバルプレイヤーが2025年までにモロッコの年間自動車生産量を100万台にするという、我々の目標を達成するために協力してくれました。さらには年間700万もの車両が生産されていますが、モロッコのトラックでは2日間しかかかりません。OEM と締結した輸出調達契約に基づく共同出資は、グリーンフィールド投資に必要な資金を集めるのに役立っています。グリーンエネルギー政策のおかげで、世界ナンバーワンの太陽熱発電プラントおよび風力発電プラントが目の届く限りのところに広がっています。モロッコは新たな冒険に挑みます。モロッコは環境に優しい産業構築を目指して、化石燃料車から電気自動車へ移行するという長期的戦略を構築しつつあり、それにより持続可能な移動可能性がキーとなる未来を想像します。モロッコはヨーロッパとアフリカの両市場に参入するための、そして化石燃料車と電気自動車双方の強力なプラットフォームを構築することを目指すあなたにとっての競争力のあるハブです。ぜひとも我々に参加して我々を試してください。